よし、それじゃあ行動に行こうかなっていう感じなんだけど、あれは誰？リョータ？あ、待って、リョータともなんかある？ほい、リョータ。よう、こう。話し合いは終わったみたいだな。ああ、とりあえずな。お前、まだ見張りに立ってるつもりか？おう、千鶴の差し入れも食ったことだしな。この結界具ってやつが、万が一でも壊れねえように、しっかり見張ってねえと。やれやれ。ヒイラギも大丈夫っつってたし、そうそう壊れたりはしねえだろ。お前って案外、肝が小さいよな。何を？なるほどね。おーい。そして、リョータがここに出てると。おーい。じゃあ次、しおりちゃん行ってみよう。よいしょ。しおりちゃんの、あれ、席だ。しおり、あいつは昔から気づいたらいつも俺のそばにいてくれていた。異界に関わるようになってからもそれだけは変わらなくて。ほんとね。あいつが近くにいるのは当たり前だと思ってた。それがどれだけかけがえのない大切な時間だったか考えもせずに、あの時あいつのそばにいてやってたら、あの時何らかの予兆に気づけてたら、あの時なんでこんな記憶を。しおり、一体どこからいるのかよ。おい、幻聴。もしかして手紙か。自分宛て？こうちゃんへ。こうして手紙を書くのなんて久しぶりだね。突然ごめんね。なんだか急に書きたくなったの。渡すつもりはないから、変なことを書いちゃってても許してね。こうちゃんは小さい頃からずっと私のそばにいてくれたよね。家も学校もどこへ行くにも一緒で、困っていたらすぐに駆けつけてくれて、今までもそしてこれからもこうちゃんとずっとずっと一緒に、そうだったらいいなって思ってた。時々なんでかすごく不安になるんだ。それは絶対に叶わないことなんじゃないかって。おかしいよね。誰に言われたわけでもないんだけど。でもね、こうちゃん。たとえそうだったとしても、私がこうちゃんを大好きなことだけは絶対変わらないと思うんだ。たとえ離れ離れになっても、たとえ生まれ変わったとしても、たとえ世界がなくなっちゃっても、私は絶対にこうちゃんを好きでいる。それだけは自信を持って言えるよ。だってそれは
当たり前のことだもんね。もしこうちゃんがこの手紙を読むことがあったら、これだけは覚えていてね。私はいつでもこうちゃんと一緒にいるから。何が起きても私の真ん中には絶対にそれがあるから。手紙はこれでおしまい。また明日、いい日になるといいね。しおりより。しおり、どうしてこんな手紙を。まるでこうなることが最初から分かってたみてえに。だけどありがとな、しおり。俺もお前と同じだ。それだけは絶対に違えねえから。俺は自分で思ってた以上にあいつに救われていたんだ。どんな時でも変わらなかった。幼馴染のいつも通りの笑顔に。だったら何が何でもお前を取り戻してやるだけだ。待っていてくれ、しおり。いや、めっちゃいいね。贈り物、瑠璃色のしおり。あの、あっちの方のしおり、挟む方のしおり。47%、強い強いしおりちゃん。あー、いやー、もう、いやー、なんなん、しおりちゃん天使すぎる。じゃあ、また今度ね。なんも言えねえ。そうよね、明日は何が何でもお前を取り戻してやる。待っていてくれ、しおり。いや、ほんまにこうくんがボイスあってめっちゃ嬉しい、ほんとにめちゃくちゃ嬉しい。よし、じゃあこれで全部見たかな。よし、それじゃあ行動に向かいます。多分大丈夫です。ここは初めてだね。みんな眠そうだな。いろいろあったし疲れてんだろ。うん、俺もそろそろ。いや、なんか妙に目が冴えてるな。今日だけでもいろいろあったし相当疲れてるはずだが、どうしてちっとも眠くならないんだ。少し風に当たるか。うん。うん。しおり。君の幼なじみのこと、確か風邪で学校を休んでたんだよね。なのにどうしてあの時アクロスタワーにいたの。ああ、部室で聞かれたやつか。何もできなかったんだ。え、あの時の僕には何も。めちゃくちゃ嫌な回想だね今の。なんだよこの夢は。休まないと
明日に触りがあるわよ。はあ、分かってるさ。夜って感じじゃねえからなんとなく眠れなくってな。意外と繊細なのね、なんて言いつつ私も似たようなものだけど。そっか。パンドラ、最悪の箱か。つくづくとんでもない代物だぜ。見た感じ元のタワーの倍以上の高さになってるし、ヒイラギは今までここまでの事件を担当したことがあんのか？ううん、さすがに初めてね。正直若手の執行者には荷が重すぎる事件だわ。ってベテランだったらこんな事件も解決できるのかよ。まあさすがに簡単には難しいでしょうね。その意味では最後は経験や実力ではなく思いの強さが決め手になるのかもしれない。思いの強さか。ヒイラギは聞かないんだな。ええ、それはあなた自身が解決することでしょうから。まあ昼間リオンさんが手厳しく突っ込んでくれたし、本来なら事件を解決するためにあなたの無意識への強制スキャンをかけてもいいのだけど。そんなことできるの？お前が言うと全然冗談に聞こえないんだが。もちろん冗談よ。催眠や記憶操作といった表面上のレベルならともかく、人の心の奥底はその人にしか本当にはわからないものだから。それでもそのスキャンっての試した方がいいんじゃねえか？え、どうも俺はビビってるみたいだからな。自分の中にあるはずの答えを見つけるの。時坂くん、バカか。俺はただの泣き言じゃねえか。どこまでヒイラギに甘えるつもりだ。桜の散りかけだったかしら。私と時坂くんが本当の意味で出会ったのは。え？どんなに遠ざけてもしぶとく諦めず付きまとって、素人の仲間までノリでどんどん集めてきて、今までネメシスで培ってきたスタイルを完全に崩されて、あのガード下で出会ったのは正直失敗だったと思っていた。それはなんつうかすまん、悪気はなかったんだが。でも今はそれでよかったと思ってる。それまでの私は頑なで、本当の意味で一人前とは言えなかった。だけどこの森宮の異変に関わって凝り固まった自分が一度ほどけて、そうして私は本当の意味で私として成長することができた。 XRC のみんなと時坂くん、あなたがいてくれたからよ。時坂くんの問題も同じ。それはあなた自身が解決することだわ。でもこれだけは忘れないで。私は、ううん、私たちはいつも見守っている。ソラちゃんに篠宮くんも、美月さんに高畑先輩、リオンさんにトワ先生も、そして伊吹くんに
小日向くんに、きっとしおりさんも。わしもじゃよ。あなたがあなただけの答えを見つけるのを見守っているから。うん。ヒイラギ。やっとわかったぜ。俺は目が冴えて眠れなかったんじゃね。このまま眠るのが、明日が来るのが怖かったんだ。明日が来ちまえば、多分全てが明らかになる。それがどうしようもなく怖かったんだ。時坂君。だが明けない夜なんてないんだよな。前に進むための勇気はみんなとお前がくれた。ありがとう、ヒイラギ。おかげで今夜はなんとか眠れそうだ。どういたしまして。時坂くん、明日は。時坂くんか。知り合ってから3ヶ月、ちょっと他人行儀だったかしら。お、言われてみれば俺にしちゃ珍しいっつうか。なんなら今から下の名前で呼んでもいいか。ええ、私も同棲相手ならファーストネームで呼んでるし。そんじゃアスカ、これでいいか。ええ、コーク。あら別に呼び捨てで構わねえぜ、うん、呼び捨ての方がぽい。そうね、こう。なんじゃ。ちょっと待って。まさか恥ずかしがってんのか。そうみたい。ステイツにいた頃はファーストネームで呼ぶのが当たり前だったけど。可愛すぎるでしょ。日本語で男の子相手だと、その勝手が違うというか。めっちゃ笑うやん。ちょっと笑いすぎよ。たく、さすがに反則っつうか。ま、呼び方なんか今さらどうだっていいだろう。俺も今まで通りにしとくか。うん、せっかくだし呼び捨てでいいわ。その悪くない感じだし。え、なんでもない。全ては明日。頼りにしてるわ、時坂くん。ああ、俺もだ、アスカ。めっちゃニヤニヤしちゃうんだけど。なんかさあ、めちゃくちゃあのはって感づいちゃった時からすんげえしんどって思いながらやってたんですけど、まあコウ君も腹決めたし、ここでもらえるんだ。うん、私も前に進むだけかなと思います。7月8日決戦当日、朝7時、車の手配はあるんですね。 H、 頑張ろう。作戦、改めて本日の作戦を確認させていただきます。お願いします。ア
ングレカム、高羽組、ブレイズは第一陣として先行する形でパンドラに接近。漆黒の天使たちの軍勢を左翼、右翼に引きつけてもらいます。そのまま第二陣としてオルデンの刻印騎士と国防軍イージス部隊が出撃、括弧撃破を行っている隙に XRC メンバーを乗せた防弾車両が中央を強行突破します。そしてパンドラに突入して一気に元凶を食い止める。なるほど、兵法にもかなってやがるな。高羽組、承知したぜ。派手にやれそうだし、みなぎってくるじゃねえか。ブレイズも了解だ。ちなみに車両の運転は佐伯さんさんにお願いしています。結界術でも強化しますから、かなりの無茶も可能でしょう。ああ、必ずやお前たちを塔まで無事届けてみせる。イージス一同もどうか全力を尽くしてくれ。はっ。ゼロ号部隊の使命、必ずや果たしてみせます。ジュン、傷の方はもういいのか。おお、フードを外す固定。ああ、なんとかね。僕も出し惜しみはなしだ。刻印騎士としての全力をこの一戦に尽くすことを誓おう。おお、へっ、大した気合だな。さすがに期待せざるを得ないわね。に、ええ、元猟犬として私も負けられませんね、京華さん。よろしく頼む、京華君。森宮の、東京の、そして日本の攻防、この一戦にあり、各自よろしく奮闘を頼む。おあいさあ。そして XRC 諸君、本作戦の要は君たちにある。作戦開始まで英気を養い、万全の準備を整えてもらいたい。おっしゃ。はい、行きますか。しかしまさかこの車で突入することになるとはな。同じ車両なの。何気に防弾だったんだね。あ、そうなの。一応特注品ですね。最高時速もかなり出ますし、強行突破にはもってこいかと。せめて運転くらいは手伝いたかったけど。とはね、無理すんなって。ここまで作戦立案を手伝っていただけただけでも本当に助かりました。各戦力の効果的な配置に、数千通りの戦術シミュレーション、国防軍の参謀本部あたりに引き抜きたいくらいですよ。さすが東亜先輩。佐伯先生も冗談ばっかり。もう五郎先生、引き抜きなんてダメですよ。正体がバレても余裕なのは変わらないわね。五郎先生、改めてよろしく頼むっす。 XRC の副顧問として。今さらそんな肩書きをつけられるとは思わなかったが、了解だ。せいぜい最後まで活動に付き合わせてもらおう。作戦決行は正午、まだ時間的な余裕はあるわ。え、そうなの。それまでに街を回って、え、万全の準備を整えましょう。マジ。多分これが XRC として最後の自由行動になるだろう。はいはい、悔いは残さないようにしようぜ。はーい。はい。まあ、ラス弾突入前の最終タイミングってやつだね。セリフとしてはめたいんだけど、ゆうきくんだから許されるってやつね。どこかで最後の肩慣らしをしてもいいかもしれねえな。元気だね。どうか気をつけて。私は XRC の物質で作戦の最終確認をしてるから。ああ、それでは行ってきます。あ、やった。
はーい。はい。オッケー。助かる。パーティーメンバー？まあ、とりあえずってやつだよね。そっか。ジュン君いないのか。そうね。とりあえず学園ですかね。森学ニュース速報。でもここでもう完全にやり込みをしろっていう話ね。はい。何しようと思ったの？五郎先生。ああ、ヘルメット。ああ、戦闘服じゃなくて私服がいいなって言おうと思ったけど、私服ではなんかちょっと違和感があるね。なんとなくだった。見慣れてないだけかな。はい、ということでマラソンしていきましょう。その前に森学ニュース速報を見ます、最終決戦直前、お久しぶりです。森学ニュース速報版です。限定的ですがサイフォンの機能が使えるようになり、直接送信できる範囲の方のみこうしてお送りします。さて皆さんもすでに状況を聞いていると思いますが、今日の正午、私たちの運命を決める最終決戦が行われるとのことです。それに参加される方々の名前はあえて書きませんが、再空戦の成功を願いつつ、何よりも無事の帰還をお祈りします。また作戦に参加しない私たちもできることがあるはずです。炊き出しにバリケード、避難してきた方々のお世話など、今こそ森学生として誇りを見せる時ではないでしょうか。ともあれ今日一日をそれぞれ精一杯生き抜き、みんなで無事明日の朝の光を見られますように。頑張ってこう。また今度ね。なになに、またそうやってさ、最終決戦のムービーの時に、おー来たーみたいな感じの展開にするんでしょ。知ってる。おー、おっす、行くわよ。ごめん、出せなくてごめん。一体必要なものを取りに行く。なんか道具かね。23はそれぞれの思い。マジカルアリサと守るべき一般人が団結して苦難を乗り越える。なるほどね。英雄になってこいお前たち。めちゃめちゃいいね。英雄になってこいお前たち。いいセリフだわ。血がたぎってきたね。目がギラついてる。そういえばさ、あら、任せろ。やり込みといえばさ、このこれどうなったのこれ。あれ、これ一番最初サキ先生が反応してなかったけど、まだ全部集まってないっていうか、今から増えたんかな。もしかしたら増えた可能性。検出。あ、この二人は結局どう、あ、そうだ、マラソンもさ、一通りの終止符が打たれるのか。おお。でも改めてって。念願のデートね。意外と良かったりしてね。大丈夫？体調。そうだね。あ、そうなんだ。雑魚寝しちゃって体調崩しちゃったのかな。町の人たち、あ、違う、家族だ。よかったね。あー、そうよね、そうよね、そうだったわ。苦学生だったもんね。よかった、ここまで見せてくれるんだ。
嬉しい。うん、よかった。よかった。